はい、皆さんおはようございます。今日も道の駅、木更津の道の駅うまくたの里を左に出て、そのままずっと来まして、サンタカの交差点、今ここに来てます。また今回もこのサンタカの交差点を左に曲がります。409、左に曲がります。はい、左に曲がります。はい、409、このまま409を行きます。今回は、視聴者さんの石川さんからのご紹介で、ドライブイン時和っていうところに行きたいと思います。野里にありますので、そんなに遠くはないんです。ここからはそんなに遠くはありませんけど、これで1個目の信号、あそこ曲がってから1個目の信号を右に行きます。公益農道を行きます。はい、この公益農道1個目の信号を右に行きます。ここ右です。またここからここ曲がりましたら、次の信号までまたまっすぐな、見えますけど、次の信号までまっすぐな、まっすぐですので、またカットしますので、よろしくお願いしますね。はい、1個目、2個目の信号になるんですね。1個ここに押しボタンの信号がありますから、これを過ぎてその次の信号になります。ここのローソンがあります。ドライブイン時和さんが見えます。駐車場もめちゃ広いです。はい、ドライブイン時和さんに着きました。すぐ隣がローソンになってます。周りはこんな感じです。目の前、道です。東横田方面です。駐車場はめちゃ広いです。オープンまで待ちます。はい、オープンしました。入ってみます。店内はとても綺麗です。はい、注文しました。梅しそヒレカツ定食が来ました。いただきます。
に梅塩が入ってます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。大変おいしくいただきました。ありがとうございます。